加藤隆次大は神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。現在は社会人野球の S プライド鉄腕公式野球部に所属。NPB では育成選手であった。実刑は元プロ野球選手の加藤幹則。八王子高時代は西東京予選でベスト8の成績を残すも無名の存在だった。明治学院大学に進学すると、 元プロ野球選手であった森山正義監督の指導もあり、大車輪の活躍を見せる。2007年の2年時には秋の2部リーグで11勝をマークし、同大学野球部の24期ぶりの一部昇格に大きく貢献した。同年は優秀選手とベストナインに選出された。2008年は春の1部リーグで1勝に止まり再び2部に、 合格するも、秋の2部リーグでは5勝をマークし、昨年に続き、優秀選手に選ばれた。一部通算9試合、1勝7敗、防御率4.99。2010年、ベースボールチャレンジリーグの富山サンダーバーズに入団。25試合に登板し、8勝、3関東と結果を残し、同年10月28日。 プロ野球ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスから育成一位指名を受けた。3年間で2軍でも結果を残せず、支配下選手登録をされないまま、2013年10月4日に球団から戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。2014年は、社会人野球の JFE 東日本でプレーしたが、結果を残せずに1年で、 戦力外となった。現在はクラブチームのエスプライド鉄腕公式野球部に所属している。ありがとうございます。